名曲揃いだけど代表曲的なのはないよね。ボザロ、秘密基地が代表曲でいいよ。アニメ流れてないけど。夜更かしおねぼ、ダメ、絶対が可愛すぎるからダメ。ディストーションかな、フラッシュバッカーだろ。締めの君に朝が降るが強すぎる。なんだかんだ星座になれたらが一番印象に残った。学祭ライブでの北ちゃんの即興演奏いいよね。普通にかっこよすぎた。青い星か青春コンプレックスじゃないの。作品を表す曲としては青春コンプレックスだろう。カラカラとあのバンド大好き。一番好きなのは忘れてやらない。バラバラじゃねえか。忘れてやらないが学祭バンドっぽさ出てて大好き。普通に星座になれたらじゃね。でも結束バンドにはグルーミーグッドバイがあるから。ディストーションが一番好きで、次が何が悪い、カナブーンとザペギーズの曲が好きなだけかも。そこは青春コンプレックスでいいだろ。オープニング曲なんだから。光の中へ好き。ミキやったら劇中で演奏してほしい。小さな海のしっとり感が好き。アジカンモデルにしてるって言ってる割にアジカンっぽいオリジナル曲はないよね、このアルバム。ラブソングが歌えないの、イントロというかリフはアジカンっぽいと思う。ギターと孤独は歌詞が稚拙というわけじゃないけど、素人が頑張って絞り出したって感じになってるのが好き。青春コンプレックスの歌詞は素直にかっこいいってなる。ディストーションの狂ったようなギターが右から聞こえてくるの好き。ピロピロしてるギターが楽しそうでいいよね。このアルバム聴くと今日も右の方に後藤がいるなってなる。何回も聴いてるうちに一人ぼっち東京が一番好きになった。ボザロの2期は楽曲を準備するのが一番高いハードルになってそう。むしろこんだけ有名になった今ならびっくりするくらいビッグな人たちからいくらでも楽曲提供してもらえそう。あと1曲は時間カバーしてほしい。新しい世界とか、いろんなミュージシャンに曲書いてもらいつつ、編曲は一人が全部担当することでちゃんとバンドとしての統一感出てるのすごい。カラカラの前借りしてるこの命を使い切らなくちゃって歌詞が好き。山田がカラカラを歌ってる姿がめちゃくちゃ見たい。重大な問題抱えて眠るな山田。あのバンドが後藤一人の暗さと攻撃性があって一番好き。あのバンドが一番好き。あのバンドのリズム帯かっこよすぎなので好き。光の中へはぼっちの曲って感じで好き。光の中へが聴けば聴くほど好きになっていく。結束バンドの中じゃかなり前向き寄りの歌詞だけど、一人ぼっち東京と忘れてやらないが特に好き。昨日一気見したけど、カラカラと星座になれたらがとても好きだった。やっぱ星座になれたらだな。アニメのシーン込みでだからずるいけど、青春コンプレックスの作詞が一番ぼっちちゃんぽい感じする。代表曲は青春コンプレックスでいいでしょう。代表曲って言い方すると、出来の良し悪しと歌詞感的なもの全部省いて、結局一番知名度の高い曲になると思う。アジカンだとリライトみたいな。全部いいから代表曲と言われるとすごく困る。どこ聞いても当たりしかねえ。ガチの名盤は代表曲がファン同士話し合っても決まらないという。それで喧嘩にならないのが名盤だと思う。こっちもいいよね、あっちもいいよね。皆さんは結束バンドの代表曲は何だと思いますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。